動く指は1943年に刊行されたイギリスの小説家アガサ・クリスティの推理小説ミス・マープルが登場するマープルシリーズ長編の第3作目の作品である本作はクリスティ自身のお気に入り作品10作のうちの一つに挙げられているなおこの10作品に順位は付けられていない戦時中の飛行機事故により重傷を負ったジェリー・バートンは 医者の勧めにより、西洋のために妹のジョアナとリムストックの町へとやってきた。二人がリムストックに今日構えて間もなく差し出し人不明の手紙が届けられる。それはジェリーとジョアナが本当の兄弟ではないという内容を下品な表現で文にした誹謗中傷の手紙だった。ジェリーはバカバカしいと思い手紙を破り捨てるも地元の医師、 グリフィスに手紙のことを打ち明ける。するとグリフィスは、リムストックでは以前から人々を誹謗中傷する怪文書が出回っていると話す。そしてこの怪文書事件は新たな悲劇を引き起こした。ジム弁護士、ディック・シミントンの妻であるモーナが、服毒自殺を遂げてしまったのだ。手紙には、 ゲンフのディックとの間に生まれた次男のコリンがディックではなく別の男との間に生まれた子供であるという内容が下品な表現で綴られていた。モナの遺体のそばには生きていけなくなりましたというメモが残されていたことや彼女が以前から神経衰弱気味だったことからモナの死はこの手紙を苦にしての自殺と思われた。さらに事件は続き今度は シミントン家のお手伝いであるアグネスが行方不明になる。彼女は行方不明になる少し前に、リートルファーズ邸のメイドであるパトリッジに相談したいことがあると電話をしていたのだった。パトリッジはアグネスとお茶を一緒にという約束をしていたが、現れなかったのだという。翌朝、ジェリーは電話のベルで目を覚ました。相手はミーガン。シミントンの妻、モナが、 前の夫との間に授かった娘であった。ミーガンは慌てた口調で、ジェリーに、すぐに来て。と話し、ジェリーは、悪い予感を感じつつ、市民ントン系へと向かう。その悪い予感は的中した。行方不明になっていたアグネスは、階段の下の戸棚で、他殺死体となって発見されたのだった。この事態に、牧師夫人は、知人のジェーン・マープルを呼び寄せた。マープルは、 事件の真相を探るべく、リムストックを探索することとなった。ありがとうございます。